登るには最適なあの山登りではないっていうふうにあの判断されてて、じゃあいつ登れるのかなって調べたら、ここ、えー、明日から1週間ね、ほぼ C です。はい。だから、ちょっと今月登れないかもしれません。8月の頭になるかもしれない。 ええー、登山指数っていうね、なんかね、指数があるんだよ。山登りに最適か最適じゃないかっていう。それで、あの、C っていうのがね、出てるんだよ。全部。甘いしかないじゃんいや、俺ね、だったらちょっと御殿場じゃなくて、富士宮ルートになるね。それだったら、まだ大丈夫なんだよ。 弾丸でいけるから、えー、それでいいなら僕はね明日からでも上りますよええー、19日だけがあの前半ね天気がいいんだよ後半から悪くなるけどでなんで富士の宮ルートがいいかっていうとあのね距離が近いんだよね、うん、そう であの山小屋も多くてだから雷が起きても山小屋に避難できると。あの御殿場は行きたいんだけど山小屋が少ないからさ雨が悪くて天気でね雷が鳴った瞬間にあの死んじゃうわおい。絶対に天気がいい日に行ってくださいっていうふうに書いてたんだよ。登山指数 A でね。 だから、だから富士の宮だったら、19日ね、天気がいいから、まあ、本当に朝から登ろうかなぐらい思ってますよ。はい。じゃあ、明日富士宮行くか一応ね、準備はしてるんだよ、えー。バッテリー4つと、もう充電してるわけよ。だからもう、いつだって行ける。カッパ買って、充電器4つと、 であとはまあ靴靴はちょっとあの砂利入る靴かもしんないけどちょっと悩んでましたからどうしようかなってでも俺御殿場行きたいんだよねなんか変自信があるんだよ御殿場に。 多分富士宮行ったらもう行きたくないってなると思うんだよねだから俺御殿場行くまで天気をね回復した日に行きたいなって思って俺はねさすがにマリオくんは昨日ゴールしたからっていうまあちょっとその話は置いてて炎上ニュースやりますかとりあえず俺の話は置いといてねじゃあやりますおはようございます ウッチニュースキャスターのおまわりですこの放送枠は昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し知っていこうという枠です昨日何があったのかな昨日何が起きたのそれを知れる放送枠となっているので知りたい方は見てってください 注意事項として、間違っている古いとコメントを連投する方がいます。古い古いという連投を込めやめてください。古いです。昨日起きた出来事を話すわけですから。さらに間違っているよとコメントつ方がいます。それはありがたいです。間違った情報より正しい情報。間違っていたら指摘してください。 これはみんなで作っていく放送枠なので。ではやっていきます。ふわっち大炎上ニュースです。よろしくお願いします <laughs> じゃあまず一つ目のニュースから。まあ、これはね、あの、富士山登ってる方々に注意喚起です。昨日7月17日にこんな事故がありました。富士山にて。 これはね本当にヤフーニュースさんからですねえなんとですね夫が下山中に倒れ顔から出血富士山で60代男性が転倒死亡を確認富士宮ルート新7合目付近ということでまた一人ね 亡くなりました富士山登るの怖えよ正直言うと本音に言っていいやりたくないうん俺ろくに運動もしてないからさで体重も前より太ってるわけじゃん1 5 0キロとしてそれで富士山登頂できるかって言われたら 多分できるんだと思うんだよね。自信がある。うん。ただ、もうしんどくて、で死んだ人もいるから怖いよ、正直。俺 <laughs> だって、ね、一人の人間だからさ。うん。でも、富士の宮ルート行きたいなと思ってる。正直ね。なんか、富士の宮ルートは、 一番最短の距離らしいんだってそうしかも吉田吉田口ルートより5キロ違うんだよ。行けそうじゃないねえ。そうなの吉田口が一番簡単っていうふうに言われてるけどまあ富士宮ルートはなんか勾配がきつくてちょっとしんどいっていうなんか部分があるらしいけどでもなんか。 距離が短いらしい。で、山小屋もいっぱいあるんだよ。ただね、帰るときに、なんかね、あの、登ったルートをそのまま降りなきゃいけないんだって。だから、降りる際は、御殿場コースの下山になる。そう、だから、登って御殿場で降りるっていう流れらしい。あの、人とあのぶつかり合うからね。 富士はルートも人気のコースらしいからどうしようかなと思ってます100連投やめてくださいね NG ぶち込むぞお前何、うん、て書いてたか知らんけどねまあそういうことなんで、まあ、とりあえず富士山登るか登らないかはちょっと今わからないですはいあの富士山指数ね 今シーと出てるんで、はい、もうオール A じゃないと登りたくない、正直。俺ね、山登りは別にいいんだよ。雷だけが嫌だ、俺。初めね、あの富士山登った時に雷鳴ってたんだよ。それが怖くて、俺、緊急避難小屋に暖取ったからね。ゴロ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 鳴ってね。だから、そこだけはちょっとたちゃんとしたい、天気は。 うん、それだけはちゃんとしたい天気だけはね。っていうことです。まあそんなことは置いといて、まあ、富士山でね、亡くなった人いるんで、登る際は皆さん気をつけてください。で、あの、ここから炎上ニュースやっていきます。ふわっち大炎上ニュースです。で、このね、やる流れで、まあ、富士山ね、あの登っていた方々を紹介したいと思います。 まあ、我らのワンライブの社員、マリオくんです。はい。マリオくんが無事ね、富士山を下山して、えー、今、爽やかのハンバーグ食ってます。はい。到達しました。俺ね、御殿場でマリオくんが最後泣いたんだよ。ちょっと感動しちゃってさ。うん。 俺も感動与えたいなって、150キロのデブでも登れるっていう姿見せたいなって思ってるわけよ。だから俺は今ね、御殿場に行く気満々なんですよ、正直。ええー。俺はね、行く気満々です、御殿場。はい。ちなみに、あの、トータル4日間かけていったらしいですね。 15、16、17、18と。まあね、あの4日間って言っても、日がちょっとまたいでる部分があるんで、まあ大体4日間ぐらいです。はい。マリオくんお疲れ。うん。ってことですね。じゃ次いきますね。えー、パルくんお疲れ。昨日富士山で下山中に亡くなってきたら気をつけてね。あザざっこりさん。 ありがとうございます、本当に。で、次がこの方ですね。で、さらになんで、あの、すごいね、偉業を成し遂げました。輸血袋くん。5日5、ね、5日、5日間の、ね、あの、富士山の全てのルート制覇です。バケモンだよ、俺。ああ。 スワスルート、吉田口ルート、富士宮ルート、プリンスルート、で、イコテンパルート、全部制覇しました。しかも、江頭さんが登っている日に、ちょうどたまたま重なって、江頭さんを撃車することも成功です。これ江頭25時です。はい。えぇ、ー、25時で撃車しました。 すばしりなあ,あそうなんですかすいません江頭ね2時50分はいすいません25時じゃなくてはいまあそういう感じでねなったということですえー、え江がちゃん違う何ルートだったんだろう御殿場ではないでしょ多分吉田口とかかな なのえー、すごーまあ、エガちゃんってみんなね若い子は知らないかもしんないけど、まあ、俺も若いからそのリアルタイムで見てないんだけど YouTube でね水中時間で何時間登れ、えー、何分登れ、えー、潜れるっていう企画があったんだよエガちゃんそれをね4分ぐらい潜ってたからね気合だけで 伝説の動画見た方がいいよそれ水中の潜った動画あ5分だったすごいんだよだからあ富士宮ルートで行ったんだで俺も富士宮ルート行くなら明日だねうん皆さん明日富士宮ルート行っていいですか今日ちょっと行ってさ電車乗って富士宮駅行ってさ 行くかもうただねちょっと不安なのがだか夜から登った方がいいのかなって、うん、夜からでそのかけるまではあの登山指数 A なんだよ雨降らないっていうか,だから登るとしても今日の夜のあ深夜だな深夜のもう2時とか 俺遅いから、うん、深夜の2時から登り始めるっていうかちょっと悩みますはいで次この方ですねでもやっぱ俺ね御殿場行きたいって思ったのよそれがこの方です方のおかげで行きたいなと思いました名前はあのゴンさんね黒ギャルメイクでね38歳のおっさんなんだけどお男なんですけどね この方が「御殿場ルート」登ってましたこんなね下人に俺はねなんかこんな人が登れてて俺が登れるわけないわけないって思ったわけよ別に御殿場はなめてるわけじゃないけどえー、どういう意味だから こんな人でゴンさんっていうね年齢も38歳でさ太ってるんでねまあそそ俺ほどデブじゃないけどそれで登ってるわけだから負けられないなと思ったわけよねひろしさんだって御殿場コース50歳登ってるしうんだから俺御殿場がいいかなと思ってますよいやあの別に ヘイト向けてるわけじゃなくて言い方がちょっと乱暴でしたすいませんええー、あゴンちゃん去年も登ってるあそうだったっけ吉田口じゃなかったゴンちゃん御殿場は初じゃないのあそうなんだええー、いや俺さやっぱ1 5 0キロの体重あるじゃん 吉田口ルートなんて、もう2回登ってるんだよ。じゃあもうそのインパクト与えなきゃいけないじゃん。じゃあ御殿場かなって思っちゃったんだけど、どうなんだろうね、これ。俺はちょっと御殿場やりたいなと思ってます。はい、だから登山指数 A が出るまで、ちょっと日、日をね、改めるのか、それか明日富士宮ルートを登るのか、ちょっと考えます、ちょっと。 はい。まあ、そんな感じで富士山の剣でした。はい。なんか抜けてますか富士山の剣で登っている人まだいますかいるならちょっと名前出してほしい。紹介したいんで。アムチンアムチンは昨日言ったよね俺。あれ言って、言ったよねアムチンも。でも俺正直アムチンが登った 動画見てないんだよね。日焼けしたやつは見たけど。登り終わって終わった後の。アムチンの動画は見てなかった。すいません、アムチン。しんちゃんも昨日やったよ。ね。すごかったね、しんちゃんたちも。家族で登るって。あのね、俺、衝撃だったのがさ、YouTube で富士山調べてたら、5歳児の 男のの子子と女がが吉田口登るっっていう動画があったで登りきってあの家族と一緒にねあの山頂でなんか日の出を見たっていうのがあったんでだから俺はね5歳児でも登れるやつを俺はまるでさねえ頑張ってるように見せてたんだなと思うとちょっと恥ずかしくて。 5歳児の男の子がやってたんで演技だったのかいや演技じゃないほんとしんどいんだよ俺1 5 0キロあるから人と体の2倍違うからさ重たいんだよじゃあここから普通にやっていきますねフワッチ大炎上ニュースですまず一つ目のニュースからなんとですねあの有名人があの配信者とコラボしました さあ,あの有名人とは誰のことなのかそして誰とコラボしたのか皆さん予想を立ててくださいちなみにその人たちの名前はなんとこの方々です、はい、衝撃でしたねマティアスと中村雅也さんという方とコラボしました で中村雅也って誰だよって思う方いると思います。でも漢字を見たら、あれなんかこの漢字見たことあるなって思う方もいると思います。そうなんですよ。矢口真理さんの不倫相手の男性の方です。はい。あれ違うか。矢口真理さんに不倫された男性の方です。すいません。間違えました。 矢口真理さんの旦那さんですね元危ない危ない名誉毀損のところだってよえ最悪の間違い方ごめんなさい一番もう嫌な気持ちになった方ですね気持ちがだって俺当時見てたんだけどワイドショーなんかもう エッチしてる最中にエッチして一緒にいるところを出くわしたんだよね中村雅也さんはねしょもう俺だったらもう耐えきれないよね目の前に彼女がいてねそのもうやってる最中なのか言ってないけど多分やってる最中だと思うよあクローゼットだった クローゼットに隠れてたんだ。だから、やってる最中で、帰ってきてただどうしようってなって、クローゼットに入れたんじゃないのだけたら、裸だったんじゃなかった確か。違ったっけ最中でしょあ、クローゼットさんがどうしたのあ、クローゼットさん。あ、そういうことか。クローゼットね。クローゼットさんじゃないです。ええー。 やめてください。ってことですよ。まあ一番かだか不憫で仕方ないよね。はい。そんな中村雅也さんがマティアスとコラボしました。俺なら自殺するね。目の前の女がさ、別の男とさ、イチャイチャしてたら。リスナーさん、そういう経験ありますかちなみに。うん。俺ならその男ぶん殴りますね。正直。 ないそんなドラマのことないですかあ、ないでもやってるんでしょ不倫してるんでしょ奥さん。奥さん旦那が、ね、いなくて相手にされなくて、隣の近所の、ね、あの人と寝てるんだろうえ奥さん奥さん ありがとう、カラカラポンさん。まあ、そんな感じで、マティアスと中村正也さんがコラボしました。はい。じゃあ次いきます。え、次がね、ヤミーの彼女が公開されました。ああ一応、ね、ヤミーがタイトルにやってたんで。これ、あの、全部は見てないんだけど、リスナーさんの方が詳しいのかなこれ本当に彼女なの。うん。あ、あとなんかリスナーさんからこんなん来た。 はい、なんかね、箸が曲がるシリーズですね。愛子さんは、強烈な加工動画、加工を使ってね、箸を曲げてるらしいです。ブロッコリーもおかしくなってると。あの、送られてきた画像。えー、で、これか、これも来たな。はい。これ、にゃんつば。えー、 ツバニアンの空間もちょっとおかしくなってると。橋がなんか上に上がっていると。なんだこの橋はと話題になってます、はい。っていう小ネタをちょっと今挟みました。そうなんだよ。可愛いんだけど、まあ多分加工の力があるんじゃないかと言われてますね。ええー。こミスター・マリックですね。だから加工は怖いよ。 あのまあ俺はさ風俗正直行ったことあるんだよ。ねで加工でさしてるか分からんけど選ぶじゃん。ねデルヘルを。とんでもない化け物が来たからね。うん、痩せてると思ってた女の子が1 0ロ g 増,増えてる子だったりとかね。歯が出ていたりとか。ねそんなあるんだよ。 いや昔ね、あったんで、そういうのは。とんでもないよ。お互い様ちなみにせいさんは、ツイッターでデルヘル頼んだんだよね。っていうことをあのツイッターで報告してて、で、呼んだ女の子が、とんでもない相撲体系した女の子が来たと。隠し撮りして、あの、写真ツイッターで投稿した、バズったっていうね、過去があります。はい。今から相撲します。 みたいな八教委残ったっつってそれが3800いいねぐらいついてて、まあ、それ消しちゃったけどねいじさんもったいないけど、うん、面白いツイートしてたんだよそうそれが多分ダメだダメなんだろうと思って多分消したんだと思ういじさんね、まあ、そんな話を置いといてヤミ、えー闇の彼女があの公開されましたこの方ですね これはね、リスナーさんの方が詳しいから、これは実際彼女なのかなどうなんですか一応タイトルはね、彼女らしいんですけど。あ、本当に彼女なんだ。ええー、彼女を公開するってことでね、彼女を公開したんですけど、その彼女って言い方あるじゃん。 彼女は、あの、すごく元気な子ですとかねそう。一人称の名前をさ、彼女って言い方する人いるじゃん。そういうやり方なのかなと思ったら、本物の彼女なのああ。あ、寿司、寿司まみれなのマジで。炭だらけなんだ。えぐいねそれ。 確かにヘズマリュうさんのねえ奥さん似てるかもしんない雰囲気はボブだから結婚するらしいよええヤミも落ち着いたもんだねそうなんだええヤミはね悲しい過去があるんだよ あの付き合ってた女の子が別の男に抱かれていたというねすごい辛い過去があるんですよだからよかったね結婚前提で付き合ってるっていうのはおめでとうヤミー幸せになってねうんほんまに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 珍しくヤミー放送してないじゃんヤミーにかけるかちょっと電話でヤミーこれ本当に彼女なのって 電話してみます。久しぶりに。出るか分からんけど。これかな。あ切られた。あ、YouTube やってるのじゃあダメだね。すいません、ヤミ 多分携帯1本だから邪魔しちゃったね。はい。ってことです。じゃあ、あの一応、ヤミーに LINE で妊娠してるのって聞いてみるわ。子供子供できたのこう、送っと送っとこう。 じゃ、そのまあ、そんな感じでした。はい。じゃあ次行きます。えー、次がね。わこれはちょっとかわいそうですね。火薬さんはい、火薬さんの枠にいて、えみ、ー、なちゃんが一人で放送してた時になんとですね。綺麗なチンポが映り込みました。 ただ、チンポを映せないので、あの、一応が、あの、ミナちゃんの顔,顔面でね、ちょっと我慢してください。時にミナちゃんにコラボ申請を送った人がいるらしくてね。その人が、まあ一応画像なのかな綺麗なチンポの画像を貼ってね、あの、コラボしました。数十秒。すぐ落とさずに、まあ数十秒間、 まあ一緒にコラボしたって感じです。その後配信が落とされました。で、バンなのかと、まあ心配になる方々いると思いますが、あの、かやくさんのアカウントは、えー、無事です。バンじゃありません。えー、何もなし。だこれに関しては、あ、みな子ね。これに関してはだって火薬さんは関係ないもん。ね。コラボ上がってきたやつが悪いでしょ。 そんなもんね、あの不可避だよ。そう思うでしょ、リスナーさんも。だからこれはもうバンにならないです。はい、コロボ上がってきて勝手にチンコね、貼られてさ。あそんな無理でしょ、えー。だから行為じゃないから、まあ、大丈夫です。これはバンにはなりません。まあみんなね、格来さんなんでバンにならないんだって DM 来るんだけど、まあこれは意図的な行為ではないんでね。えー ってことですねなりませんじゃねえよプターでもならないんだから仕方ないじゃんカスえそうだろならないもんはならないんだよどうすんだよそんなのチンポの画像はあるけど多分広いガだと思う、うん、めちゃくちゃ外人っぽいチンポだってよなんか白白く白いチンポだって でそれをなんか、美奈子ちゃんはずっと眺めてたらしい。無言で。欲求不満なのかなっていうことで、火薬さんの放送枠ねって、チンポを釣ったが、番にはなってません。はい。ってことです。じゃあ、次いきます、えー。俺のチンポは、俺の彼女だけです。え次がね、 ああ、これね。ちょっと警告ですね、皆さん。はい。まあ、これは、皆さんに対しての警告でもあります。はい。とあるリスナーさんが、えー、警告。その内容は、これです。ツイッターにて。これですね、皆さん、気をつけてくださいね。えー、ゆきんちゃん。 この度は私事でお騒がししておりまして、誠に申し訳ございません。こちらお願いになりますので、ご一緒くだいさい、えー、ご遺読くだいさいませと、はい。ご遺読って読めってすごくない俺。進歩してます、一歩一歩。で、これね。 え、あヤミーから電話来てる？嘘。ちょっと待ってゆきんちゃんよりヤミーの方ちょっと電話するわ。本当に来てるわ。あもしもし。えヤミーお久しぶり。久しぶり。ぶりヤミーねあの、うん、今放送中でしょ？ ちょっと倍名したくてさ売名ってあななた数字持ってるじゃないですかあの富士山いやそっちじゃなくて富士山登ろうと思います <laughs> 富士山いや富士山登るの 1> 俺1 5 0キロ登るよ富士山本当にだから<の>ヤビーもどうかなと思っていやちょっとどうだろうわかんない何月登るのちなみに今正直ね御殿場コース行こうかなと思っててやめときない でよかったら最後になっちゃうじゃんこの通話がでね闇ね、うん、あのなんで登ってほしいかっていうと<何>聞いたよ彼女できたんだってあ彼女ができたいやできたんだって前からし知らなかったんです俺全然知らなかった彼女ができたって嘘 <laughs> でしょ本当にであ<ー>昨日初めて公開したんでしょ彼女はいはい彼女公開したねあじゃ本物なだこの彼女はいや なんで友達の俺にしょ、あの、言ってくんないのインで。じで。じゃじゃじゃ知ってるかと思ってたから。何も来てないよ、そんな連絡。あ、っちそれごめん。俺だって、熊の時、闇に相談してたじゃん。いや、そうだったねごめんごめん。友達だと思ってたのに。相談してよ、俺にも。いや、相談する内容でもなかった。相談も何もなかったんだけど。あ、そうなのそうそうそう。え、どれぐらい、どれぐらいなの付き合って。までも まあでもまあ4か月後、4か月ぐらいかな。マジですごい。なんでその出会ったきっかけとか聞いてもいい、うん、ああ、きっかけはね、5年ぐらい前になっちゃうんだけど。ああ<ー>。このコー前にちょっとね、うん、仙台の方でちょっと行ってた時あって。うん。その時のあの、デ、ま、ィ、あ、スナーさんってわけじゃないんだけど。え通、ー、りすがり会ったのよ、もともとは。うん。通りすがりであったのよ。

でファ,ファンに手出したとええー、あ,あごめんね悪意あったいやムカつくからさいやつくぜマジでこんな可愛い彼女と付き合っていや<え>まあでもまあそこで LINE で「何これ子供ができたの」あーなんかねすごい来るんだよリスナーさんから闇のその付き合ったきっかけは子供ができたからだっていうのはそう本当なのいや子供 あ,あその妊娠したみたいな妊娠もないっす、ね、あ、そうなんだそうそうそう、ない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 妊娠なんで妊娠の足になったのかわかんないけどあ、ごめんね、なんかそういう、なんか来たから大量にあまあそうだね、多分いろんなハトがいたんだとは思うけど、うん、妊娠はないです、うん、それはで、なんか結婚するっていうのを聞いたけどまあそれはまあ徐々にえーヤミーがヤミーが <laughs> 別に結婚してもいいでしょ、別にそれは<ー>女性差別者のヤミーさんが結婚するの 何にそんなこと言うの。のいやばすぎだろ。どんだけヘイトを言う向かせよ。っええー、どんだけじゃない。やべえ、やで,でもヤビーってさ、ほら、だって昔、女に裏切られたじゃん。ああ、ありました、ね。だから、女は恨んでるじゃん。恨んではねえよ。別にうん、だからね。<laughs> そのヤビーさん、結婚なんてしないだろうなと思ってたんで俺。なるほど。はいはい。うん。だから。大丈夫ですよ。ちゃんと幸せになるんでパラパラさん。いや、もう、ちょっと、もう、俺、結婚したら、もう、許さないから。 <laughs> 逆に幸せ許せないよ。<laughs> いやな,なんでそこは祝ってくれないんだよ。おかしいだろう。えじゃあ結婚式は配信者呼ぶの？結婚式あげるんだったら話だけどねそれは。えそれはもちろんヤみーさんいや。もちろん呼びますよ。あやす <laughs> ごめんねちょっとうざがらみしちゃって電話で。いやいやもう久々に話したから全然よしですよ。またあの紹介してね。何何を？何をいや彼女さんをね。 そうねそれはもういいんだけど、うん、そのねその彼女さんもね地元の人なんだよあそうなんだそうそうそうでねさっき言ったら仙台の話あったじゃんうんもとも東北の人なんだけど、うん、まあ引っ越してね住ん,住んでんだよ地元に俺のあそうなんだそうそうそうまあ一緒に同棲してるわけじゃないけど家借りてるんだけどじゃあその、うん、本格的に 付き合ってるというか、遊びじゃないんだね。そうなる、そうなる、そう遊びじゃない。闇も変わったね、やっぱり。うん。何か、そっか。変わったって、何。俺嬉しいや本当に。ああ、もう、パルパルも、また新しく作ろう。もう、作るよ、俺も。作って、ダブルデートしてください、ちょっとお願いします。いや、本当、こちらこそ、さっと作ってください。じゃあ、ヤミーさん、ありがとうね、なんか、うざからみたいなで。いや、全然。 またなんかあったら言ってください、はい、無限の体へさあいくぞ笑ってこらえてやれんの勝れれれってあ,ああヨミさんごめんねあら<れ> あの全然闇やらないかわからないでもフワッチのねあるあるネタなんでごめんねごめんごめんじゃあありがとうおつやみうんごめんねまたねうんはいっていうことですよあ本当の彼女なんだかわいいな闇って意外に面食いなんだよだからこれマスク外して相当かわいいぞね で俺ヤミーのタイプはギャルだったんだよねだからそのギャルからギャルっぽくないんだよなだからたいあの変わったんだなって感じだけど俺の中ではいやーそっかいいないい話だよほんと幸せになってください本当に裏切られ裏,裏切らないでね女の子の方もヤミ一回 女に裏切られたかられかね別の男に行かれてうん。ということですお幸せにおっかもねあの昨日いたねなんかあのおっかの声聞くと落ち着くわなんか知らんけどなんか俺のおふくろ似てるんだよおっかぁほんとにでちょいちょいあの2人のカップルの報告配信で口挟むじゃんあれものほほんってして俺好きなんだよね、えー、まあ興味がある方はねヤミーの枠行ってあげてください。 えっていうことです。で話戻しましてえっとですねすいませんね闇の話でちょっとおっちゃってねあのねあのお願いの警告のあのこれですちょっと。 私が2013年7月14日に送った内容証明を、ありがとうゆきんちゃん。何かあればご連絡ください。アディエも送りました。えー、配信上で第三者が見ているのを確認しておりますと。私の、えー、名前、えー、勤務先など、個人情報が、えー、これは、留付しされている際には、弁護士に追加で依頼します。 また今回の件の該当者からの誹謗中傷、誹謗中傷コメントを多数見受けられましたので、こちらに関しても対処していく予定ですと。今後私への誹謗中傷はされないように、ご配慮、賜り、賜りたくお願い申し上げますと。内容証明が送付された方におかれましては、ご意見ある際は内容証明の記載にある 代表、えー、代理人弁護士にご連絡ください以上っていうことはゆきんちゃんでしたゆきんちゃんっていうのは0ンに内容証明を送った女性の方ですねはいでなんか DM 送ったって言ってるからちょっと DM 見てみるわなんだろうちょっと見ますねすいませんこれかな ああ LINE 来てるか、えっとじゃあちょっと直接直接本人に聞いてみますかはい来たこれえー 今送りましあ、記録ついたんで電話してみます。あ、イキンちゃんどうも。あ,めましてあれ？イキンちゃん聞こ,聞こえます？俺の声。あ、聞こえてます。あ、なんか今外にいますか？ 外にいます。あ、そんな、そんな話、ね、わざわざ忙しい中、すいません。なん,なんですよ。いや、とんでもございません。あの、ゆきんちゃん、あのー。まあ、いきなり、担当直任聞くんですけど。ゼロワンさん訴える、おつもりなんですか。はい。え?。ええと、その件に関しては、もう代理人とともに動いておりますので。ちょっと、私の方からはあ。わかりま。

後日連絡します。あ、私、ま、聞こえなくなりました。はい、また電話しますよ。すいません。すいません、また電波いいとこで。はい、し申し訳ないです,いす、はいね。外だったから電波悪かったね。ってことで、まあゼロンに関してはのコメントですけど、まあ他の人たちに対して誹謗中傷等は。 弁護士さんに相談するという流れらしいです。はい。で、あの、ゆきんちゃんの BGM 聞いたあれ、進撃の巨人なんだよ。えー、怒怒りの BGM です。えー、怒ってますね、これ。はい。前に進んでいくだけですでね。まあ、そんな感じです。本気だぞ。なんか 誹謗中傷してるコメントとか許せないらしいよ見てるらしいんでね誹謗中傷しないであげてください、はい、駆逐してやるみたいなね、うん、追加で記載があるのでツイートご確認くださいええー、追加もあるんですええー、追加 えーちょっと待ってユキンちゃん出るかなこれいや俺ユキンちゃんのやつね流れてきたやつをやっちゃったからそうツイッターの画像がね見れないね LINE で送ってくれると嬉しいねうんいやでもね俺はねユキンちゃんまあワンライブ側ですけどやっぱ『ゼロワンと仲良かったじゃんだから俺は 二人が仲良かったね、時の電話ーとかさ好き、好きだったからね、仲直りしてほしいなっていう気持ちありますよ、本当に。ええー、ユキンちゃんもゼラのことは別に好き嫌,い嫌いじゃないでしょうん、好きでしょねあもちろんユキンちゃんの気持ちもあると思うけど、俺は仲直りしてほしいなって思います本当に。あライン来たあ、すごい。 いっぱいこ言葉書いてるからあの読み上げます俺があすいません、えーまあ、こんな感じで書いてるんでちょっとねよ読み上げますね、うんえー、たくさんのフォローリツイートやいいね等ありがとうございます1度目は私の配信上での約束2度目は第三者を交えた書面での約束 上記を約束を破り、今回3度目となりますがあまりにも悪質であり、こちらとしては謝罪と約束を頂戴でき、できれ、できたればよかったものの内容証明後も、えー、誹謗中傷収まらず、あろうことか配信上で第三者への個人情報が記載される内容証明を見せる始末。私が過去にされた配信外の数々の 悪口、配信上で行われた虚偽の、えー、これルーフや、えー、誹謗中傷等に関して謝罪はなかったものの書面を交わしたタイミングで飲み込み、こちらは約束を守り続けました。しかし、虚偽のルーフ、誹謗中傷というとこちらのお願いであり、本人も了承しました。私の名前を配信上で一切出さないことすら守っていただけなかったことは大変残念です。今後はは私の件はは 対応するとともに私が関わるもう一つの被害者の件に関しても引き続きサポートに入りますと多分スネ夫さんのことですねこれえー、ってことですええー、俺はね本当にねゆきんちゃんとゼロワンのねあの仲良かった時ので電話芸あったじゃんああ かわいい萌え,え,え声ボーイスでね喋ってたあの時代が懐かしくてね俺好きなんだよだからどうにかね仲直りしてほしいって気持ちがありますよ俺はえー、ねえユキンちゃんも多分ねそれだけ長い付き合いしてきたから本当は喧嘩なんてねしたくないと思うんだけどねうん。あー ありがとうございました。お時間頂戴いたしましてもし、いや、いいですよ、金ちゃん。ありがとうございます。ええー。ゼラワンはね、優しいんだよ。うん。ほんとに。特に俺には優しくしてくれるからね。だからね。 話せ合えば絶対あの話がね、あの、よくなると思うんだよ、俺。えー、ああ。いや、目がかゆくて泣いてません。でもだいぶ目良くなったでしょ、ほら。ね。だいぶ良くなったでしょ。もう俺もだいぶ良くなったなと思うもん。うん、こうじゅ、純潔してたけど。 まあ、ということでした。はい。やせろターなんだとこ、ね、あの野郎。あれまた続きがあるわ、これ。ええー。まあ、これは、まあいいや。まあ、続きが気になる方はツイッターで見てください。ええー。じゃあ、次いきますか。はい。えー。 次が、はい。まあ、ゆきんちゃんの警告ということでした。で、次え、次がね、なんとあの配信者が復活しました。えー、復活です。えー、それがこれですね。あの、本人から LINE が届いたんですけど、なんと、 こうするかえ誠、ー、治クレイジーパピオンさんがなんとツイキャス1年半かかっておすすめ規制が解除されましたおめでとうええー、1年半かかりましたで昨日ツイキャスやってて、えー、なんとですね2000人超えでした 2,000人超えなんかいろんな配信サイトで手出してる政治昨日は TikTok で外人と戦ってたよ外国人とあの上がって上がってた、うん、外国人がねあ見てた ?TikTok は200人ぐらいだったけどでも200人でも多いからね正直。 そう、だから、今、ふわっちだけじゃダメだと思って、みんな外部やり始めてるよね、配信は。うん、治療費半分出すからって、ごますんなよ、豚もう、政治様ですよ、ええ。本当に。政治様。なんでね。ごますって何が悪いんだよ。すりまくるだろ、お前。なめるなよ っていうことですねでも実際優しくさしてもらったっていうのは事実だからねそこは正直ねありがとうって感じだよ気持ち的に気気持ちが楽になったからねそのお金を払う云々の前にねあなんか政治らしくなくいつも話し人ってさあの結構他人に興味ないじゃんね放送上は興味あるけど プライベートで他人に興味なさそうじゃんその中プライベートでねなぐ慰めてくれたからねゼロワンと一緒におその時ちょっとほ惚れそうだった、はい。ということですねでいじさんあのおすすめ規制解除されましたはいおめでとういじさん、えー、でも慣れ合わないよ皆さん仲いいように見えますけどあの スパークがあるんでね、ガチガチに戦っていきます。えー、負けないよ。はい。なりあえません。ということでね、誠治さん、おすすめ規制解除ということです。あ、ちなみにゼロワンさんは、おすすめ規制、まだ解除されてないらしいです。はい、まだされてないってことは、多分誠治さんみたいに1年ぐらいなるんじゃない解除は。予想だけれど。 セイザーはなんか警察映して1年半ぐらいかかったんでしょ0は何なんだろう確か泥酔の時に放送でガンガン警察移してたからかな。多分そこら辺だったと思う。水にあんの件でね。そこら辺だよね。うん。確かね。ま、あそんな感じです。 じゃあ、えー、次いきます次が、なんとですね、もう1時間経ってるじゃん。早くもう巻かないと。まあ別に1時間過ぎてもいいか。えー、いや、なんで1時間巻くっていうか、そのほら、1時間で休憩終わっちゃう人いるじゃん。ね、1時間には終わらせたいって気持ちがあるんだよ。じゃあ次ね、えー、次がね、あちなみに誠さん、ふわっちのポイントを公開。 これ写真撮れなかったんだけど297万ポイントを所持してますはいこれ画像撮ろうと思ったの撮れなかったあの下ろした瞬間にあの俺撮っちゃったんだよ今297万ポイント持ってるとでこれ撮れなかったわごめんリスナーさん撮りたかった昨日公開してたんだよええー あの別に1か月間稼いだ額ではないけれど297万っていうふうに書いていた、うん、いや俺もリアルタイムに見てたんだけど公開するぞっていうぐらいの時に入っちゃってあやばいやばいっつって取ろうと思ったらもう終わってたっていうれなかった、うん、ってことですじゃあ次いきますね、えー、次が「中ちゃんのバイクが300万円で売れた模様」 はい。メルカリで。中ちゃんが連絡来ました。CBX というバイクがね、300万で売れたらしいです。そんなもん、そんな高く売れるのバイクって。うん。これね、CBX ってそんな高いのもったいないんだ。うん。本当 そう CBX んかあのタトゥー入った2人組ががっつりね2人組が来て買っ,て買ったらしいよいや俺も分かんないバイクとか俺免許ないからそもそもがもっと値段がつくじゃあこれ安い方なんだ えー、レア系のレアの車バイクなんだいやでも300万で売れたら儲けもんだよねそんなもん俺だってすぐ売るわあそうあ価値あるバイクなんだ300万は安なんだねこの CBX はよくそんな持ってたね中ちゃん 300万で売れたということです。今、ふかしやまでやってるんでね。中ちゃんで検索しても出ません。はい、ふかしやまで検索、検索。えー、CBX とか40年前のバイクだから価値がある。あ、そうなんだ。今,今探してもないんだね。えー。 バイクって悪いね、これバイク好きの方々。バイク集めて何がいいの乗るだけじゃん。もう、下手したら原付でもよくないそう、車の部分とか、俺ね、乗ったことないか分からんけど、ロマンあるじゃん、なんか、ロマンおってね。な、何がいいのか分からん、俺。ああ、ちょっと怒らしちゃった。すいません。怒らせるつもりはなかったんですけど。 舐めていやごめんなさい表田さんあそっち系やんちゃしてた系か昔俺陰キャだったからさわかんないんでそういう何がいいのかっていうそのロマンがうん <laughs> 昔あの酒瓶のなんかあの蓋するさやつあったじゃんそれをコマにして遊ぶって流行らなかった 酒瓶の蓋、その、コマにして回すってやつ。俺、それ、昔集めてた、そんな感じかな。イメージ的に。そういうことなんかあの、そ、あの、あれなんだよ。なんか、わかるかなキノコみたいなやつ。うん。傘があって、こうなってるやつ。その、 コマを集めてた、新潟の時に傘があってこれこやつ知らない叫びに刺さってるんだよあ日本酒かなそう一升瓶の蓋そ,そうかもそれかもしんない まあどうでもいいやそんな話誰だよそんな話振ったやつ俺かじゃあ次いきますねえ次が昨日まさやンの一日店長がありましたそんなさなかまさやンは結婚しているんですけどとある女性が狙ってます、はい、その人の名前はこの方ですねいやちょっとね怖いねまさやンも気をつけないとまさやンが酔っ払ってるんだよ でまさやの後ろにね謎の女が急接近してましたでこの女の人を調べたらみヤっちさんですえみゃっちさんがまさやんに女アピールしてました「みゃっちやめてマサヤ奥さんいるから!ね」ね旦那に手出さないで あミャオッチねそうみやうんみやおねそうでこれにはとどまらずね俺昨日リアルタイムで見てたんだけど、えー、さらにちょっときつい奥さん抱きついてましたマサヤンは何もしてなかったんだけど後ろから抱きついてましたみやんやめてマサヤンイケメンだけれど もう人の男だからアピールしないでこれええ子供もできたばっかなんだよどうしてどうしてそうやって人のものを奪おうとするのえやめてあげて奥さん改造だからいやそうでしょう でも、俺が男だったら、奥さんいた,いたとしてもね、う嬉しいけどね。うわ抱きついてよ、俺のことって、思うけど。で、まさやはやっぱ奥さんのこと思ってたから、結構、塩対応してたよ。うん。ね、塩対応してました。はい。まあ、そんな感じです。いや、男、思うでしょう。うわ胸当たってるぜ、とか。 っていうことですね。じゃあ次いきます。次が、とある配信者が A 版の可能性があると。はい。え、一部とくんですね。現在、アカウントの規制があの解除されてません。で、まだ、あの、運営側から、解除の、いつまでというね、あの、報告が来てでつぶやいてました。ふわっち運営からお知らせと連絡した。 回答は来ず本日解除になるだろうと思っていましたが解除にならずイベントを応援していただいた方本当にすいませんでしたとっていうことですツイキャスもやっているんで来てくださいとはいで一応ねせいさんがあの一太くんと連絡したらしいんだってで飲酒運転の疑惑としてはなんかね祭りの時にお酒を飲んだんだってで4時間空けて車の運転をしたらしいです それで酒が抜けるっていうことで,でそこで4時間じゃ足りないっていうことであのリスナーさんが大量に通報を入れて番、まあ、になったという始末らしいですねで4時間っていうその目安はあの福岡のホームページを見て4時間でセーフっていうふうに書いてたから4時間空けてそれで運転したっていうことを言ってましたうんでせいさんは この人北海道の人だよねなんで福岡のホームページ見てんのバカなのって言ってましたええ設営さんね至極まっとうなこと言ってましたうん四時間でも一応福岡のホームページ見たら4時間空けてなら政府みたいなの書いてたよなんかただその酒の飲む量によって変わるんだろうねそれはうん そうじゃないだからそのがっつり飲んだら8時間じゃない ?1 杯2杯ぐらいだったら4時間とかでいいんじゃないのそんなんじゃないのええー、福岡なんかホームページで4時間っていうそのなどれぐらい飲んだら4時間でっていう目安の,あのやつあったよホームページに福岡県警がなんか発表してた福岡県警なのか何かどっかのやつでね え、大谷何大谷ツーランホームランマジ35号打ったうわ、すごいな大谷。えー、なんでほぼ同じ年齢のね、こう出来が違うのえ、35号打ったのバケモンで3日連続じゃないホームラン。上げてきたね、調子。ねえ。 でもね、俺、大谷さん持ち上げられてるけど、日本人で、吉田さんっていう方がいるんだよ。この人が、ね、リーグね、あの、打率が2位なんだよ。3.17。この人応援してあげてよ。大谷、大谷ばっかじゃなくて。なんで吉田応援しないんだよ。一郎並みに打ってるんだよ。メジャー1年目で。応援しろよ吉田も 誰も吉田応援しないよ大谷の陰に隠れてこれ大谷さんがいなかった吉田の吉田吉田って言ってたんで本当と日本人の悪いとこだわええー、まあ野球はあんま興味ないんですけどねそういうの好きなんで見てますじゃあ本タイトルいきますかええー、とある人物の衝撃事実 なんとですね、衝撃的な事実が発覚しました、はい、僕もね見てびっくりしました「えっ、ー、そんなことがあったの?と」とはいその内容はなんとなんとー ナイスお願いしますいません、もう押してください、もう。ナイスいいですか、ちょっと、すいません。500ナイスいいですか。申し訳ないです、本当に。本タイトル入る前に。で、4000人いてね、300人って、なんかもう鼻くそポっ,って投げただけじゃん、これ。 押してってほしいよもう今日はさえつらすごい多いわけよ押してくださいボットだろこれあでも増えてるわうん徐々に俺の人気回復してるこれ押したありがとうこれルフじゃないのこれ何て読むのリューフ読めなくねこれルフしか読めないよ俺 ーあと十三人ほんならほんなら変ならほんなら変ならほんならはあ。ほんなら変ならほんなら変ならほんなら変な,らんな,ら変なはあ。いごやけないすこいあと一人来るよ来るか来たーごやけないすとある人物の将棋事実 その人の名前はなんとなんと R 社長ですすいませんまた2日連続同じネタしちゃってでも新しいね新事実が発覚したのでそれをね付け足してねあのー、ことを終えたいと思ったんでこう本タイトルにしましたはい。 今現在、R 社長は昨日逮捕されたと報告で言いました。で、その報告をしたんですけれど、あのちゃんが自、えー、枠にてね、す、え、べ、ー、て赤裸々に語ってくれました。はい、えっと、えー、まず、あのちゃんと R 社長の関係性は婚約相手だったらしいです。はい、二人は付き合っていたと。 いう告白がありましたであのちゃんっていう方はこのある、えー、社長に2,000万ぐらい貢いでると5年間で。いうことですねそこをがあったと。でさらに保証人にもなっているらしく、えー、借金の肩代わりになってるのかな ?217 万円を、えー、今ねあの保証人としてなってて借金を 215万円の借金をあのちゃんが今負ってるという状態らしいです。はい、でこれがすごいのがさ噂のある社長さんに紹介してもらった妹さんがいたらしくてその妹さんが、えー、まあ子供の面倒がねなかなか難しいからあのちゃんに任せてたらしいんですって。でその妹さん いろいろ子供の面倒を見てもらってて仲良くやってたらしいんですけどなんとですねこの妹と言われている女性は噂のある社長の嫁さんだったということが判明しましたなので噂のある社長は結婚していたことが判明しますええまさかので結婚詐欺だ詐欺師だっていう話ですね えー、で、まあ、ちまちまねいろいろとお金も渡してたらしいんだってあと給料も全額渡していたこともあってであの「ゼロワンにシャンパン10本開けた時もあった時あったじゃんあれもあのちゃんの金だったらしいですほ、はい、他の配信枠でもアイテムを投げてたやつもあのちゃんの金を投げてたらしいです だからほ、まあ、ほぼほぼ結婚詐欺みたいな感じです、ね、うんで、えー、なんだろうどういうことだろう、えー、でまあ被害届出すのか出さないのかって話なんですけど被害届に関しては出しませんということで。 いい思い出ももらったし今更出しても証拠がないからということでだけ値入りをするらしいですただ公正証書みたいのを巻いてあのお金は返してもらうつもりということは語ってました、はい、で何で捕まってるかっていうとなんか詐欺らしいけどね、はい、で昨日せいさんが考察述べてたんでうちのコメンテーターせいさんを紹介したいあの召喚したいと思います あ、せいさんが画像を来てる、なんだろう。あらせいさん、えー、これ見せていいのかな昨日ね、270、え ?200、なんぼだ、20万増えてる、30万ぐらい。310万になってますえせ、ー、いさん。えー、ネタ提供してくれるよね すごい、だから金の稼ぎ方に関してはもうねなんて言うんだろううまいんだよふわっち1上手いんじゃないこれゼロと肩並べるぐらい俺のは見せれない恥ずかしくてえー、ゼロなんで、えー、すいませんポイントゼロですあせいさんお疲れ様です お疲れ様ですあ。あの、のすみません、あの Z さんですか？はい、情報屋 Z です。噂の噂の情報屋 Z さんですか？そうです。あ、Z さん、今日もまたちょっとコメンテーターいいですか？どうぞ。あの僕ね昨日、はい、あのさんの放送見てたんですけど、はいはい。まあ正さんも知ってると思いますけど。 あの嫁さんがいたと、ええ、R 社長にはそうなんですよえこれって妹さんが、ええ、で、ええ、紹介されてた人が嫁さんだったってことですかですよどうやらえー、えー、とんでもない男ですよね R 長しかもあのさんのお金使ってせいさんも投げてもらったことある R 社長にいただきました正直僕も実はいただいてて 五千円ぐらい、えー、あ,あのさんに返したほがいいんじゃないですかこれあのさんの金だったっていうことなんですよねそういうことになりますえぇーえー、で、あのちゃんはなんか泣きに入りするとか言ってるんですけどせい、えー、さんこれどうしたらいいんですかあのちゃんは本人がそういうそういうい風に言ってるんですよでもね、うん、いらないっても返してもらってもねしょうがない,い返してくれないしねこれ詐欺師の手口なんですよ なんでこんな悪く言わないかね？2000万も騙すられた。そ確かに確かになんでですこれせいさん。くれたんですよ。えなんで,です？やっぱり悪く言えないんです。なんでなんです？弱みを握られてるから。それもありますあります。えー、えそれはあの免税ステ関連ですかやっぱり。そうですね。ええー、せいさん。多分、はい、僕が思うに。はい。 違法免税して <laughs> まだ言って <laughs> 本番ありの違法面税エステ店を二人で共同経営していてあんまり悪く言うと一緒にしょっぴかれちゃう可能性があるからあんまり悪く言えないんだと思います僕は皆さんこれは誠さん、えー、あくまでも個人の個人の,個人の会見なんでえー、えー、憶測です憶測なんでねそこは考察考察,です考察してるんで考察中なんでね彼えー、えー まあ確かにでもありえるっちゃありえるよねええしかであのーうん、そのホームページも<え>あのー、閉鎖に近い感じで、うん、セラピスト一覧全員いないですもう物件の殻ですもう捕まったから社長がこれやばいってことでええでね、あのー、<え>子供もいるらしいですねやっぱり一応子供はいましたえっと嫁さんの方に2人あのちゃんの方に1人 1>、うん、2の1です 1> え あ噂のある社長も二人いるんですかこのじゃいますそうですうあ自装なんだマジかえー、んかとんでもない男ですだからこれえ会ったことあるんですかちなみに僕ですかある、うん、社長ですかはいありますえーえー、俺見たことなくてどんなか、うん、どんな顔したなんかねあんまりね あの真正面で顔を向けてしゃべらない人ですね。うん、なんかね、ちょっとね、<laughs> 顔を下向きで話す人ですね。そんな、なんか、うん、内気な感じなのなんかね、自分を顔を隠すような感じでした。素振りああ、そういうことね。あんまり正面から見てほしくなさそうな感じでした。なるほどねだからいかにも 怪しい見晴れしたらやばいみたいなええー、あんまりじろじろ見ないでほしいみたいなそんな感じでしたねあそれはちょっともうプンプンしますね、えー、完全にええー、んか怪しかったです初対面なのになんか下向きでしたね、うん、顔がえっすいません R 社長って何歳なんです三十見た目だと30前半から35ぐらいあやっぱそれぐらいなんだ中年ぐらいの、えー、見た目もちょっと、えー、あのそんなに金持ちみたいな身なりじゃなかったですねあ 見た感じはブランドものガチガチに固めてる感じじゃなかったんだハイブランドの洋服は着てなかったと思います。ダルダルのなんかパチンコ好きなニートみたいな感じでした。髪の毛もボサボサでした。でね、ね部長山田が一番中もらってるっていう。ええ、ね。それはどうなんですか、ね、返さなきゃいけないですかね、部長山田は。いやあこれ返すっつっても返さないでしょ。 本人もいらないって言ってるしね、あのちゃんも。あ、そうですね、そこは。ええ部長山田自身はこれもしせいさんだとどうどうします？返返します。僕だったら返せないですね。あ、やっぱそうですね。もらったものは返せない。ええ。だから俺はね、こうもらったらもうお金ないから返せないです。返せないです。返せないですね、ちょっと。ええ。リスナーさん返せってコメントもあるんだけど、すいません、それはちょっと無理です。ええ。 でその社長は今現在捕まっててあのちゃんに関しても騙してて誠意さん交流されてるんじゃないですか何か交流されてて今身動き取れない状態でせいさんも騙されてねスポンサーになるって言われたんですそうですあとイベントも最終日来てくれるって口約束でコメントで書いてくれたって来なかったですね そうなんだ。果たしてあげるって言われて、あ、ちょっと嬉しかったんですけど、来なかったです、最終日。あ、そういう大口叩いてたんだ。叩いてました。来ないじゃん、みたい期待してる来ないじゃないですか。しました。え、来ない、で下げられました。あれじゃない回収していきたいですね。20万ぐらい。あ、それ言った約束は守れと。ヤクザじゃん、ただの。あ、それで負けたんだね。え、返せ、返せよ、お前。俺のアイテム。 でね、これ噂山田さんが行方不明らしいんですって、えー、あの全然放送してないからええー、だからか同じ詐欺グループワンチャンネル黒幕山田説あるよっ行った方がいいですか,僕いいですかちょっとさん。えー、緊急事態なんでこれちょっと自宅家庭も行った方がいいですかこれ家は、えー、知ってるんだ知ってますね山田どうしてる捕まったか山田、えーえー あのねせいさん噂で、ね、<え>山田捕まるっていう噂あったんですよありましたねそれもう早めに来たんじゃないですこれうん9月頃に捕まるみたいなあおはよう逮捕これあるえ<ー>マジっすもう A 番でいいんじゃないですか <laughs> 一部ごも。くんも <laughs> A 番でいいでしょ山田これいらないでしょ でも山田君俺好きなんだけどね、結構。山田 A 番でいいと思う人は右下ナイスお願いします。ありがとう、セイさん。そこまでやってくれるの。いいらなセイさんもナイスやってるのに。えいいらなてナイスお願いします皆さんもナイスやってるの。しかもセイさんと俺、木、あの、後ろと前なんだけど。あ、いい、そんな細かい。えぇ。なんで豪快な男なんだ。嫌いなの嫌いなんだ、俺、あいつは。結構仲良い感じのイメージだったけど。うん。 嫌いなんですよあそうなんだええ細かいこと気にしないです僕さすがだねセイさんええ、じゃあこのあのあの件はじゃあそのある社長の件はとんでもないやつだったってことだねとんでもないよあの港区おじさん関連ってことだねですねちょっと怪しかったですね最初からあの、ね、最初から多いんですよふわっちゃ詐欺師がね誠治<あ>さん多いです,多いです昔からですけどねええバットマンさんとかねセイさんええ 昔からいましたね、キャスバーにね、バットマンってね。<laughs> 俺は医者だとか言ってね。いえい、ー、え、いたいたいた、いなくなったね。ええー。金持ってるふりして、女と食っててね、うんうん。何が目的なんですかね、そういうやつだってね。やっぱり自分じゃ有名になれないか、おこぼれをもらうというね。うん、もう食いまくりだったもんね、そ,<う>そのバットマンさん。キャスバーに来る女どもを全部ね、食い散らかして。うん 閲覧が多いところでやっぱコメントつ,つと気持ちよくなったんじゃないですかなっちゃうのかねやっぱ承認欲求満たされてなね。そう,そう,うん。だからだんだんとなんかおかしくなっちゃうんじゃないですあのパルちゃんねちょっと一個聞きたいことがあっていいですいいですよもうあの、うん、山崎ってあのウイスキーもらったじゃないですかあはいはいはいあれって何年ものでした ?18 年のプレミアムですね。 それって今何百万ってなってるらしいですよ。えーちょ、俺売っちゃったわ、マジでいく。いくらで売ってますそれ。それで、え、2年前、3年前なんだけど、10万。え今、いくらぐらいはねてんだろう山崎18年え、ほんとに,にやばいっすよね、それ。10はもったいなすぎるじゃん。え、今いくらなの今いくらですか、リスナーさん。調べてもらってちょっと。10万。110万 100, !100 万になってんの

でも熊の時だったから。あほやわ、何に使ったのそれ。それは。うん。何に使った？それはあの何だろう。ギャンブル。いやあちょっと覚えてないな。あほやわ、ほんまに豚に信じたこのことでさ。いや本当つうわえ本当に百十万なの？豚に山崎、やばいわ。 本当に110万なのらしいよ、なんか。<わ>調べてもらってさあ、18年のプレミアムって言ってたんだよ。箱も付いてて、うん。うん。150とか書いてる人いるよ。うわーもうすごい跳ねてんじゃん。えー、あ、こやわねな,な,なんでこう気、気分を、こう、ドーンとさせるの、ちょっと。<laughs> うん。じゃいくらだったのかな、って。 くらい言ったのかなと思って、十万で言ったの、マジで。うん今調べた百五十二万だって、山崎十八年。プレミアムね。うん。うわ最悪だ。だそういうことあるからね、気をつけないと、何でも売る癖やめない、本当に。せいさん実はせいさんでもらった酒膳も。嘘だろ <laughs> ごめん。いさん何でも売るんだ、やん。ごめん。ごめん。 金ならんけどあの価値あるものをちゃんと見極めないと、うん、酒さは売ってないけど売ろう売ろうという気持ちになってるよねうんうん山崎はあかんで売ったらわかる俺だって分かるよあんまよく分かんないけどウイスキーとかあのー、山崎は売ったらあかんやろいや山崎18年でプレミアムで俺もねこれ残してたらすごい高い宝物になるのかなと思ってたわけよ、うん、もったいなあ でもねあの、うん、またもらったものがあるんだようんまた価値あるやつあるのあ,あるんだよこれ売ってないんだよ<何>これこれどうなんだろう <laughs> これね見て R&CO フィギュアみたいなのもらったのプレタ単プレで。 これ R&C ね、これずっとこれを放置し… R が付、ま、<laughs> ゃんちょうちょ…これ…これはどうなの、リスナーさーん噂のあるじゃん、これ何？にフィギュアもらったんだよ、これフィこれみ、み、み、見てるせいジさんこれなんだけど… あべ、落ちたベア,ベアブリックベアブリックえ、12万12万だってそれえぇ、ー、本当に言ってる15万ベアブリックだってこれをずっと持ってるんだよえちょっ待ってきな、15万なの本当に開けちゃった開封済みダメだよいや、開けてないっすね開けてない開けてない、開けてない 見ちゃうでプレゼントだからね <laughs> 見,見ないとこ分かんないじゃん <laughs> こんな見てもなんだこれあって何それあ日に当たんないとこに保管してあってあちょっと壊れたかも開けちゃダメなんだよなこういうのってあかんねホンに え、十五万二千。十八万。そんな。マジで。絶対。本当。十八万だって。えー、これマジ、箱もあるからね、これ。五十万からいなんじゃない。これ、これ十年、あ、ちょ、やるわ。うん。なん<ー>でも売っちゃダメだよ。これ、これ残してたけど。 なんで売っちゃったのその顔 <laughs> い<つ> <laughs> 何でもいっそおなんでこの重たい物い本当だね本当。えー、あ、でもせいさん聞きたいんだけど逆に、うんうん、金のネックレス、じゃ金の指輪持ってるまだあのね、うん、嬉しくてずっと指輪してたのうんあれちんからもらった金の指輪ねタンプでねあれさ、うん。ブカブカだったんだよああね あの、お風呂の排水溝流れちゃった。嘘でしょ、せいさん。<laughs> あれ、五万ぐらいするよ、せいさん。やめてよ。流れちゃった。<laughs> あれ、ダメだわ。嘘でしょ。マジで。ショックだ、れそれ。ごめん。あ、こうって入ってたんだ。入っちゃった。五万。五万。何してるんだよ、せいさん。ごめん。流れちゃった。 またじゃあ来年同じやつ買ってあげる次はいいあのブカブカじゃないやつをねあブカブカじゃないやつがいいねリングの方がいいねあのダメだわネックレスみたいになってる指輪はでもあれブカブカじゃないはずだよブカブカだったんですよブカブカになっちゃうのボディーショップつけるとああそうかゆるゆるになるんだぬるぬるしてるなボディーショップ何オフラインで金のネックレスつけて履いてたのそういうことそういうこと大事にしてくれてたんだ 大事にして毎日つけてたよ嘘でしょ俺トリテ行って家までいやもう排水溝下へ降りちゃったよね太郎排水溝下まで行くよ俺ああいいんじゃないいいんじゃない潜るわうん5万したんだあれそう5万したよあれシンプルにごめんなさいあとね生産さん言わなきゃいけないとかってなに中ちゃんとね太郎くんとマリオくんに金もらったんだよ今質屋です嘘だろ ダメださ。やばいなマジで。マジで安んぽい。ダメだな。カムコレ。<laughs> 価値のないやつでいいわこんなやつ。いやでもシチだからすぐ取り返せるんだよ。うん。あの三三万でシチ預けれた。うん。三万,、うん、万円もらったんだよ。うん。で三万円返せば三万円その金返ってくるから。ぬいぐるみとかでいいわタンプレ。いやせいさんそれより価値があるものがいい。うんうん いや十分。山崎がいいよ、山崎が。ダメだよ、これ全部売っちゃもう。いや、裏、あの、余計だよ、こいつは。正直ね、せいさん。お菓子とかでいいよね。うん。お菓子はやめてよ。駄菓子でいいよ、マジで。駄菓子はやめてよ、ちょっと。うん。売ってないよ、知っで。預けてないよ。預けてなのよ。じゃ取り返しに行かないと。取りに取り返しに行くよ、一ひり。うん。もう本当もう。 でもね、社員ことが言ってないだろうね。大丈夫？大丈夫言ってないよ。行ってない？うん。ワンライブの社員ほとんどギャンカスじゃん。いや俺だけだよ。二人はあんまやってないからね。あああれね。せいさん昨日勝ったの。これやってないやっていやい。あいつも顔せいさんやらなかったんだ。ああ俺 G1 じゃないと夏ケーバちょっとわからんもね。あそうなんだ。うん。 カメラマジでうんもうわかんない俺でもせいさん何やかん俺が金貸してっつったら貸してくれるんでしょ貸すよ俺いくら価値あるいやパルちゃんだったら200ガチでいや嬉しいや俺もせいさんがね貸してくれてたら200貸すよ貸してくれるもちろんだよ金ないけど あの ?200 円で円で200円で2円で2 0円で200円で200円で100円で1円200円めっちゃ価値ないじゃんそれうんあのご飯おごってやるっつってさそれより価値ないじゃんいやいやそんなの後から信用ってのはついてくるもんだから今は200円信用だよねそこ上がってくる400円なの上がってくる400円になったり1000円になったり かっ200円貸すならくれよ本当にああ確かにおごってくれよお中心はうんレッドブルーうんねあうんってかせいさん間違ってたごめんごめんうん。慣れ合いじゃないからああ慣れ合いするためだねこれもう絶対にしゃするんだからもうやめてもうイメージトレーニングしてるからね悪いけどこれ、富士山登るから足腰鍛えるトレーニングかねてやるからね いいんじゃないうんだからセイジさんもイメージトレーニングドラゴンボールの世界じゃないんだからうんだから負けないよね負けない俺も絶対負けない絶対負けないよ負けけるわお前カバー野郎が弱そうじゃなくて顔がもう陰キャじゃん陰キャまあ確かにこんなパンチ痛くもねえねノーガードでもいいわこんなやつでもね俺一応ミニラさんの横腹を殴ったら折れたらしいいやいやいや あんなデブ、全然比較ならん <laughs> いやいや、脂肪があってのも折れたからパンチ力あるんだよ、い、うん、さん,、うん。痛くないよ、そんな。いさん、これだけ言わしてもらい肉団子じゃん、ただの。せいさん、骨が折れても恨みっこなしね。ああ、うん、いいよいいよ、全然いい。ああ、そこはもう怪我しても恨みっこなしで。うん、肉うたらしいね、その顔ね。ぶ、うん殴りっていわ。俺もね、いさんの言動を一つ一つに腹立ってるのもん,、うん。うん。 もう、くしゃくしゃにしたいもんね。あいいよ。くしゃくしゃに。で、ガチでカバーにしたいもん。うん、いいよ。白線にして、カバーっていうね、タイトルでやりたい。俺、レフェリーにストップ入っても殴り続けるかもしれん、マジで。それ、俺のセリフだわ。うん。完全に。止めらんねえぜ。で、あの、俺、せいさん勝ったら、みっちゃんに告白するから。ああ、いいんじゃないうん。殴った後にね、みっちゃん、付き合ってくださいと で、みっつちゃんをさらっていくから悪いけど、逆に。いいよ。うん。まあ、だから負けられないよ、せいさんも。でってみんな。うん。なて、やれるもんならやってみんな。わかった。せいさん、ありがとうね。うん。うん。やられたらやり返す。倍返した。望むところだ、ホモ大仏。待ってるよ、てめえ。おい、蒲焼きがおい直接ホモ大仏がよ 無限の彼方へさあいくぞ笑ってこらえてやれんのくって,ってことです、はい、骨折やれるとねちょっとショックなんでね <laughs> 聞いちゃううんまあそんな感じですね仲良しじゃないですよ本当にあの配信だからその 配信上で仲良く見えるように見えるかしないガチガチなんで本当内心はお互いにぶち殺したいって気持ちですよ本当に内心はね政治と俺はえー、ってことですよまあそんな感じで話戻しますけれどまああのちゃんの話を聞くとねまあ噂のある社長は まあ結婚もしてて子供もいてで誠ぜの話を聞くと理想二人子供いってると、えー、でその妹と紹介されていた仲良くしていた妹さんは実は嫁さんだったとえそんな過去があったとあのちゃんが告白してくれましたトータル金額2,000万、はい、給料も全部渡したりとかお金がない時はちょこちょこ渡していたりとかでパワハラ DV もあったらしいです いろいろあったということでね、いろいろ大変ですけど、本当にあのちゃん、強くね、たくましく生きてください。ええー。ちなみに借金もね、あの肩代わりされて、215万円の借金があるらしいです。保証人なされて、なんかい妹が払うからとか、そんなこと言われたらしいです。はい、っいことですね。はい、残念ながらあ、お姉ちゃんだったから、ええー。まあそんな感じであ、付き合ってたからね、あのちゃんと噂のある社長は、婚約者だから。 ああだからやっぱ依,依存してたんじゃないそういう理不尽なことあっても信用してたんじゃないかなと思います見見てちょライン見るわええー サントリーシングルモルトウイスキー山崎18年水ならリミ,リミデットエーレーション114万9999 99円嘘だろーいい加減にしてくれよーこれ売り値だから買い取り値は多分80万ぐらいだわー。 うわもう絶対これ R&Call 残しとこう、これ。ねこれ価値上がるよ、これ。残す R&Call ね。十年ぐらい置いと置いとこう、これ。もう絶対売らんとこ、これは。っていうことです。はい。 でもお酒でね確かに5,000万で売れたらしいからねそれは響きだったから響きの50年ものねそれが、えー、5,000万で売れたんでしょ、うん、すごいよね皆さんあの高級な酒をもらったら売らないように、えー、の飲まないようにしましょうってことでした まあそんな感じで今日のふわっち大炎上ニュース終わりありがとうございました皆さんよかったらラストナイスだけよろしくねふわっち大炎上ニュースまとめいじ、うん、さんおすすめ規制があの解除された模様、はい、1年半ぶりですねさらにいじさんえポイント所持え公開310万ポイント ヤミ、えー闇の彼女が公開されるツイキャスにてマリオくん涙流して登頂成功その後4日間かけて下山、はい、4日間かけての山登りが終わりました輸血袋くん江頭2510分さんに激者、えー、一緒にコラボしました、えー、あとは、えー、ゴンちゃんさん今御殿場登ってます、はい、応援してあげてください 火薬さんの枠にいて火薬さんがいない時にみ,みな、みなちゃんがえー、コラボ申請上がってきた人をあげて、綺麗なチンポ画像であの放送でさらしてしまう。それを数秒間見つめていたと。はいえー